彼女、皆さんには、大切な人がいますか？僕は食べ物が大切です。食べ物は人じゃないからね。そうだったのか。ええ。ってなわけで、今回はこのホラーゲームをやっていくよ。ホラーゲームなの？この聞いてるだけで悲しくなるような BGM なのに。本当に悲しくなるよね。主人公が目を覚ましたら、彼女がいなくなってた。っていうお話。なるほどなるほど。きっと感動系のホラーなんだね。グロもあるけど。ええ。それじゃやっていきましょう。グロ？このゲームには一部脅かし、グロテスクな表現があるよ。いやいや聞いてないけど。言ってないもん。そうだけどさ。始まる、のか？起きて、彼女？ほら、起きて。彼氏の寝起きが悪すぎて、彼女は家出をした？どんだけしょうもない理由なのよ。違うかな？ああ、こんなところで寝ないの。ほら、起きて。なかなか起きないわね、この彼氏が。うわぁ？まだ、寝かせてあげないんだから。ホラーチックなお化粧をした彼女さんなんですね。いやあれはホラーだよ。しょっぱなから怖すぎるよ。ん？どこで寝てるんだこの人。この人が、主人公みたいだね。あれ？俺なんでこんなところで寝てるんだ？記憶がないパティーンなのか。いや、机にビールへい？いた。う、なんだか耳鳴りがするよ。懐かしい気分だ。何言ってんの？なんかクラクラする。頭痛いな。俺、酒臭いな。もしかして、酔いつぶれてここで寝てたのか。今何時だろ？暗いな。夜中か？夜中って、一番霊が出やすい時間だね。せめて昼間に起きてほしいもんだ。あ、勝手に動き出した。こいつ、意志を持つ人間だったみたいだ。持たないと思ってたのか？あや？あや？電気がつかないみたい。電気止められてんのかよ。つかない。停電か？困ったな。目が慣れてきたとはいえ。これじゃ見えにくいな。まあベッドに戻るくらい大丈夫か。盛大なフラグ立ったった。フラグ立ったったわね。主人公からしたら、電気がついてない状態で見えてるのね。何も見えない気がする。てか俺、リビングで何してたんだ。そりゃまあ、グビグビっとね。画面端にも、ワインが落ちてるみたいだし、なんで割れてるんだ？美味しすぎて割っちゃったんだよ。そっかそっか、酒癖悪いな。特に調べられたりはできないと。探索とかしといた方がいいのかな？も、目的はベッドに行くことなんだから早く行った方がいいんじゃないかな？怖いんだ。別に怖くないし。なら探索しようか。わワインが割れてる。美味しすぎて割っちゃったんだ。なわけないだろ。ほう、ここはトイレなのね。匂うな。まあトイレだからね。で、隣の部屋は？お風呂場か。ホラーゲームにおいてのお風呂場は危険なんだよね。血がついてたり。けど、ここのお風呂は綺麗だよ。一緒に入っとく。いいから黙って探索しろ。はじ？探索って言っても、特に調べられたりしないんだよね。あ、ベッドがあるよ。ここが目的の場所なんじゃ。ふむ、二つあるってことは、彼氏と彼女のベッドってことかな？可能性としてはそうだろうね。寝れないんですが、寝かせて。寝室は別にあるってことなのか。それにしても、この大量の箱なんなんだろ？彼女にあげるための、サプライズ？大量すぎない？あ、靴が二つあるってことは、彼女はこの家の中にいる？ああ、なんだか急に怖くなってきた。突然血まみれの彼女が出てきたりしてね。鍵がかかってる。自宅なのに？この部屋は、熊さんがいっぱいだな。ぬいぐるみも不気味なんだよね。にしても、多すぎな気がする。だよね。暗くて見えにくいが、大学のパンフレットらしきものがある。ほうほう。暗くて見えにくいが、女性ものの雑誌だろうか。ってことは、ここは彼女の部屋？だとしたら熊さんが多いのも納得、なのか？奇妙だね。他に調べられるところはないみたい。お、ここが目的の部屋みたいだね。ダブルベッド、でも彼女はどこにもいなかったね。確かに。とりあえず、ベッドで寝てみようか。朝になってくれー。むにゃむにゃむにゃ。おい。どうなったんだろ？あれ？いない？今彼女がいないことに気づいたんかーい。酔っ払ってるなぁ。あいつ、こんな夜中にどこ行ったんだ？トイレか？いや、トイレには、うぐ、怪奇現象だ。何が落ちたんだろ？なんだいきなり、なんで落ちたんだ？ほう、彼女の写真かな。写真？写真立てか？確か、この写真。回想かな？安心できるー。うわ。け？いってー。すみません、大丈夫ですか？
なんだこの運命的な出会い。朝食パン加えてぶつかるやつ並みだね。私ったらよそ見してて。お怪我ないですか？ああ、本当にごめんなさい。お手をどうぞ。絶対この子いい子だ。そして絶対に可愛い。礼儀正しい子そうだよねー。初めて出会った夏祭りの日。って、今は思い出に浸ってる場合じゃないな。彼女を探さなきゃ。てか、電気なんてつかないんだよ。しっかりしろよ LED。探すって言っても、靴はちゃんと置いてあったんだよね。つまり？この家のどこかに隠れてる？隠れんぼ中かな？なあんだ、隠れんぼしてるのかーなわけないよね。向こうの部屋に入っていった。大丈夫なのかな？正常とはとても思えないけど。お、キラキラリンリン。キラキラリンリン。ペアリングだ。この流れは、階層。階層はいいぞ、怖いところがないからね。え、指輪？これを私に？嬉しい。ありがとう、慎太郎。主人公は慎太郎くんっていうのか。プロポーズしてるのかな？イチャイチャしやがって、リア充め。ヒリアの妬みだー。でもほら、私たち付き合ってまだそんな。慎太郎、いきなりすぎるっていうか。え、ペアリング？あ、うん、そうだよね。へへ、慎太郎にプロポーズされたのかと思っちゃった。かわいすぎるだろー。ピュアで本当に女の子って感じだねー。アテネとは正反対、ボソ。なーに？ははははは。なんだろう、俺は何か、大切なことを忘れている気がする。会いたいよ。一体どこにいるんだ？本当にどこに行っちゃったんだろ？さっき見えたのはわ。血が流れて、なくなってる。岩のはゲフカフだよ。あわわ。やっぱり、何か事件が起きたんだよ。ここの鍵が閉まってるのもおかしいし。う？ピロピロピッピー。誰からだろ？怖いよー。あれ？切れた。こんな夜中に誰だ？いやー、始まりましたねー。始まらなくていいんだー。テレビが、泣いている？や、黙って調べないでお願いだからね。うわぁ？あ？う？あ、アテネフリーズしちゃった。今の何だったんだろ？ホラー番組でもしてたのかなー？まあ、とりあえず探索。は？あ、戻った。風呂場か？お風呂場。ホラーゲームでは何かしらのイベントが起こる場所。ねえ、絶対またイベント起こっちゃうよね。回想はよー。む、なんだか変な跡が。もうやめて。なんだろ、サビかな？血、ケチャップだー。血だよ、サビでもケチャップでもない、血だよ。血だったのか。うじゃー、助けて。なんだ、今の、幻覚か？はは、俺はどうやら、かなり飲みすぎてるらしいな。まだ頭がクラクラしてるしな。やっべえよこの家、絶対なんかいるよ。怪奇現象のオンパレードだー。って、あと調べてない部屋は、あそこか。ああ、でも鍵どこだっけ？あそこにあいつ、いるのか？多分、2階の鍵が閉まってたところだよね。あの部屋に。ねえ、やっぱりその部屋に行く？また電話だ。今度こそ電話の主を突き詰めてやるからな。やめとこうよ。2階目は危険だって。ぐへへ。はい。チリチリ聞こえる。あわ。今から行くね。あの彼女、なかなかの太い声をしてらっしゃるんだね。なんだ、気持ち悪いな。今から、行くねって、こっちに向かってきてる？そういうことになるね、最高だね。最悪だよー。お、キラキラリンリンだ。キラキラリンリンだねー。早いとこ探索して逃げよう。いやいや、きっと美人な彼女が向かってるから。なわけ？あった。仕事部屋の鍵、これが2階のところのだね。あの部屋に、事件なんだよ。本当に来ちゃった。で、出るしかないよね。出るしかないのかなー。ごくり？う？誰もいない。こんな夜中にいたずらか、気味が悪いな。早く彼女を探そう。よかった。ただのいたずらだったみたいだね。なんで見るの？いやなんと。はわ。なんだったんだ今の。アテネ大丈夫？ああ、二度目のフリーズしちゃってるよ。まあ、仕事部屋に行ってみますかね。ちょえー。